私の命を授けます。じゃあやりたかったって言ってたもんね。ドリルからヤッホー DIY リフォーム女子部ののんです。あいです。まいです。チキチキバンバンのまりこです。しもです。ということで、はい、今日もお友達を呼んでまいりました。チキチキバンバンさんに来てもらいました。今日は瓦の塗装をみんなでやっていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。みんなで頑張ってやっていくぞ。はい、じゃあ今日も本村さんを呼んで一緒にやっていきたいと思います。本村さん、よろしくお願いします。イエーイ。今何してるんですか？ハケを使う前に一回洗ってあげるんですよ。へー。シンナーで洗ってます。これシンナーなんですか？これシンナーです。今混ぜてるんですか？濃いやつ分離しちゃうんで中で。ちゃんと混ぜてあげないと。とりあえず入れてきます。はいはいお願いします。うわこの中に。うわね。何これ？硬化剤入れないと固まらないんですか？いや固まらないわけじゃないんですけど、本来の力を発揮しないっていうか、これ一応遮熱塗料になるんで、遮熱の効果ができらないというか、乾きももちろん悪いですし。だいたいこれぐらいですね。ありがとうございます。できた。さっきより全然違う。ね、ちょっとサラサラ。ちょっとサラっと。なったね。下準備 OK ですかね、大体。OK ですね。はい。はい。じゃあいよいよ塗りに入ります。はい、入ります。よー。よし。はい。じゃあ最初はしもちゃんと私で本村さんにハケの塗り方ですね。はい。教わりながらまずやっていきたいと思います。まずハケでローラーでは入りづらいこういう角とかをハケでまず塗っていきます。はい。ここはこういう感じで。綺麗になってく。ハケに含んで一発でボトっていうのがこれはやっぱ NG なんで、置いて。じゃあ最初やるべきことはその細かいところを。そうですね。自分でローラー使ってるのをイメージしながら、あ、ここローラー入りづらいなと思ったらもうハケ入れちゃう。自分で自主的に湿気が塗っちゃうとダメなので。多少つく分にはいいんですけど、呼吸してるんで。呼吸してる。あ、そうだ、壁とかに塗る。ここから雨を防ぎながら、ちゃんと空気を取り込んでくれてるんで。すごい。可愛い。瓦になっていくね。結構ちっちゃいサイズ使うんですね。結構小回りきやすいんで。何インチ使うんですか？これは2インチになります。すごい。インチという用語。最近覚えたんですよ。すごい。そう。ちなみにそれは短毛です。これは中長毛。中長毛。すごい。塗る時のコツは何ですか、そのローラー。あんま力入れないことですね。あんま力入れるとこうローラーが回らずにここも滑っちゃうような感じになっちゃうんです。綺麗。すごい綺麗。早くやりたい。やりたい人。はい。やりましょう。はい。はい。じゃあやってきます。はい。初だね。じゃあせーの。ちょっとはや優しく。どう、塗り心地どうどう？結構伸びがいい。おこれでいいのかな？いいんじゃない？本村さんどうですかこれ？掃除でまあ大体真ん中ぐらい。確かに。手首これ。ハケがなんか全面当たるように。角が濡れてれば塗り残しはないはずなので、まずは角攻めだね。角攻めです。はい。地味なんて言われる。地味。いやー、でも大事だ。はい。じゃあ私たちはこっちを行こうと思います。逆側ね。めっちゃ泣いちゃう。の実は初めて。ああ、そうだよね。受け止めます。今回はもうハーネスを、はい、この子に私の命を授けます。よし、じゃあやりました。やりましょう。よし、溝ですもんね。上から行きますよ。とか。おお、上手上手。あ、コケお願いしますね。え、先生、コケはどうしたらいいんですか？手で払います。まだ結構ついてた。ね、楽しいね。楽しいですね。これ色結構変わる。ね、確かに。本当だ、なんか言ってたことがわかる。変わらないなってる。ラウンドのとこ塗ってるので。なんか本村さんみたいに綺麗にできない。そうだ。比べるとこが違う。そうだ。すいません。はい。うわー、すごい。めっちゃすごい。めっちゃ綺麗だね。終わっちゃいました。すごい。あ、瓦屋根。私たちの知ってる瓦屋根。こうなります。すごい。ピカピカですね。ピカピカ。綺麗。みんな、いや、ビフォーアフター半端ない。すごい。生き返りますね。いや、生き返りました。いや、ありがとうございます。すごい、なんか、我々まだ。はい。笑いが。すごい、これ目指していかなきゃ。じゃ、やりたかったって言ってたもんね。つけすぎかな。月版で塗ってます。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。で、DIY 休憩中です。お、なんか端っこできてる。すごい、一列だけ瓦が。一列だけ瓦が。すごい、本村さん、こんなところで。いや、外からじゃ塗れないんで。先生、ありがとうございます。よし。うわ。ねえ、すごい。これ見てよ、ほら。すごい。わあ、すごい。濡れました。やばい。あいさんが塗ってます。ずっとね、カメラあったからね。そうなの。塗ってます。いや、めっちゃ楽しいよ、これ。楽しいよね。すっごい楽しい。うん。え、なんですか、それ。裏技を出しちゃいました。やばい。新しいの新兵器来た。まあ細かいところをみんなで、はい、やって、広いところこれで一気に確かになっちゃうかなっていう。早く見たい。お願いします。とりあえずやっちゃってもいいですか。はい。お願いします。レーガン。いや、おすすめ。もうちょっとですね。もうちょっと。もうこれで終わりです。わあ、いよいよ来たよ。ラスイチ。はい、じゃあやっちゃいます。お願いします。うわあ、ついに。はい、終わりました。お疲れ様でした。今日は本当にありがとう。楽しかった。ありがとうございます。まさか瓦がね、濡れるとは。そうだね。体験ができた。すごい楽しかったです。なんか自分たちで洗浄もしてたので、塗るまでできて本当に良かったです。ありがとう。ありがとうございます。本当ビフォーアフターが違いすぎて、本当にめっちゃびっくりした。生まれ変わってありがとうございます。でも本当にこれね、5人だったから良かったかもしれない。普段はね、職人さん一人でやってるからね。私たち素人だけどね、少数だったら絶対無理だったから。みんなのおかげですね。ありがとうございます。はいはい、では、実は私たちですね、はい、チキチキバンバンさんのチャンネルにもですね、はい、塗装で、車の塗装で、はい、お手伝いに行ってるので、うちの方も見に行ってください。はい、遊びに行ってねー。ぜひぜひ。ということで、今回の企画ですね、面白いなと思ったら、高評価、ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃあまた、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。